やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。ですね、過去にいろいろホットサンド的なやつやらせていただいたんですけども、意外に好評でございましてですね、ホットサンドご紹介したいなと思います。ウインナーあるじゃないですか。で、家でウインナー使ったホットサンドというと、多分皆さんもロールパンとかホットドッグのパンを買ってきて挟むだけだと思うんですよね。今回はホットサンドですので、いつものように食パンを使います。食パンなんですけども、最高にその食パンに合う挟みやすい工夫もしました、ウインナーキャベツホットサンド、ご紹介したいと思います。では早速作っていきたいと思います。今日はホットサンドなんですけども、メインはウインナーなんですけど、私ね、ウインナーに合うお野菜というのはもうキャベツと玉ねぎ、もうこれです。玉ねぎはちょっと芯を切りまして、薄切りに、はい。続きまして、キャベツですね、これも同様に、千切り的にやっていきたいと思いますけども、こう重ねましてですね、ちょっとある程度こう丸めてから切る方が千切りはしやすいですね。こんな感じでちょっと押さえて、でこのままこんな感じで切っていきたいと思います。はい、そしてメインのウインナーです。こちらね、このまま使うと食パンにはやっぱり挟みづらいですもんね。どう切るか、私は当然大好きな超斜め薄切りのウンナン切りをもう一度披露したいと思います。私がウンナン省のおばあちゃんに教わった超斜め細切り薄切り、こんな感じ。こうするとね、薬面が増えて香ばしくなりますし、美味しさもギュッと出やすくなるわけです。あとは挟みやすくなるという利点もございます。イエイ。ではいよいよホットにしていきたいと思います。でもう材料はこれだけですごくシンプルで、今日は近所のスーパーの8枚切りの普通の食パン使います。でこれをトースターで焼いてもいいんですけども、私おすすめはフライパンで、パンを焼く。こうするとね、香ばしさはあるんですけど、ちょっとねパンの柔らかさも保てるという良さがございます。このようにちょっと斜めになってもいいので、ちょっとバターを吸わせてからこんがりとまず焼いていきたいと思います。もうどっちでもいいんですよ、トースター使っていただいてもいいし。ではこんがり焼いていきましょう。あ、いい感じ、可愛くまん丸く焼き色がついてます。でもこれも裏返すんですけども、バターをね、ちょっと追いバター好みの量入れてください。あんまりバター入れすぎてもちょっと脂っこくなってしまうので、はい、こういう感じで本当にもうサクッと焼けるんですよ。はい、こんな感じで両面サクッとしっとり焼いていきましょう。じゃあですね、はい、もう両面こんがり焼きましたので、一旦バットに出しておきます。はい、こんな感じで、はい。続きましても同じフライパンを使いまして、オイル熱します。もうね、フライパンが熱くなってますので、このまま超斜め薄切りにしました、雲南切りにしましたソーセージ炒めていきたいと思います。では焼いていきましょう。はい、いい感じにこんな風にちょっとくるっとなったりうねったりしながらも、しっかり香ばしさと味が出てますので、 OK。 一旦ちょっと取り出します。はい、こんな感じでちょっと一旦休んでもらいます。はい、続きましてここにソーセージの旨味が出てますので、そのまま頑張って薄切りにした玉ねぎ、頑張って細切りにしたキャベツ、これもさっと炒めます。
そしてこの後にこのウインナーキャベツサンドに合う最高の味付けをしていきたいと思います。じゃあこのまましんなりなるまで炒めていきましょう。あ、もうだいぶしんなりになりました。ここまで来ましたら、この最高に合う味付けはなんとマヨネーズちょっととケチャップというオーロラソースですよ。もうこれに勝るもんなし。これで炒めるんですよ。はい、もうさっと炒めたらこれで OK。 はい、いい香り。いよいよでは挟んでいきたいと思います。もうパンは後でカットしますので、まな板の上に置いていただいて、今回あれば粒マスタードね。もうオーロラソースでマヨが入ってるので、ここはちょっとマスタードで味を引き締めたいなと思います。でこっちはもうマスタード塗りましたので、何も塗ってない麺にキャベタマオーロラソース炒め。でこっち油分がありますから、こんな感じでごっそり盛ってください。でまあなんとなくちょっと真ん中の方にこんもりと盛った方が、挟んだ時にね端からこぼれづらいので具がですね。はい、そしてあとはもうたっぷりウインナーで、油分のあるこっちのマスタードを上にして蓋。あとはこれね、ほらちょっとだいたい食パンってくぼみがあるので、くぼみがある同士の辺をくっつけた方が最後きれいになりますね。ほらね、キュッと。そしてはい、ちょっとラップをね、しっかりと対角線上に。はい、ちょっとなじませます。じゃあ両端の耳を落としたいと思います。ちょっとギリギリでこの辺かな。うん、またこの耳が美味しいので。であと真ん中、真ん中を落とします。イエイイエーイ。あら、見てほら、ソーセージがもうパストラミみたいになってますよ。これがね、薄く切る良さですよね。この断面がすごく綺麗です。じゃあ盛り付けましょう。まあこんな丁寧にやらなくてもいいんですけども、盛り付けます。イエーイ。はい、そして添え物のように。で好みで挟む時に胡椒をかけていただいてもいいし、もう今ね、今かけていただいてもいいし。完成しました。ウインナーの薄切りが光ります。ウインナーとキャベツのホットサンドでございます。あー、美味しそう。それではいただきます。うん、熱々のホットサンド。うわ、ずっしりよこれ。うん、うん、うん、このオーロラソース間違いないね。量が多すぎるとどうしてもちょっと濃厚になりすぎなんですけど、あれぐらい抑えた量の炒めると本当に美味しい。キャベツの甘みもしっかり感じられます。あとはもうソーセージの雲南切りが好きですね。しっかりソーセージの美味しいお味が全体にギュッと出てます。まあトースターでパリッと焼いてもいいですし、僕みたいにフライパンで香ばしくしっとり焼いていただいても、それ好みになると思うんですけども、どちらもおすすめでございます。もう簡単にできますので。ちょっと今これ撮ってるのがちょっと夏休み期間中で、今ちょっと子供たちが床を彷彿前進しております。まあそんな感じで楽しんで作っていただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。